はい、皆さんこんにちは、海星です。今日はですね、インスタグラムの方で募集した質問に答えていこうと思います。もう早速ね、質問の方に入っていきます。兵士たちの恋愛事情について教えてくださいという質問ですね。まあ、兵士って言ってもね、まあ、いろんなランクだったり、いろんな、配属されてるのがまたね、ケンタッキーなのか、また日本に配属されてるかとか、そのね、基地によってまたね、様々なってくるんですけども、その恋愛事情というのはね、兵士同士っていうのも、ね、結構珍しくてですね、どちらかというと軍の中にいる人は軍の人をまた避けるっていう傾向が結構あります。よく筋肉つける方法を教えてください。筋肉つける方法をね、僕に聞いたところで、フィットネス YouTuber の方とかをね、本当に筋肉つけたいだけだったらフィットネス YouTuber とかを参考にした方がいいと思うんですけども、僕のこのなんだろう、思想、思いっていうのがですね、筋肉をつけるだけじゃなくて、まあ、使える、動き、走れるとか、あとは物を長距離運ぶとか、そういうものに僕はフォーカスしているので、まあ、有酸素運動を本当に怠らないことをすごい徹底づけてます。例えばね、バルクアップっていうんですけども、増量期、体重を増やして重量を扱えるように、例えばベンチプレス100キロに120 100キロ上がるんだったら120キロ上げたいなとか、そういう増量、強くなっていくようねのと、まあ、体重を増やしてその強くなるのは、まあ割と、まあね、簡単というのはないけど、まあできるんですけども、それでランタイム、走る走力を、まあ維持しながらそれをやるっていうことを心がけてます。でその僕のね、その方法としては、まあ少なくとも週に1回はランニングをする。それも長距離じゃなくても、息のね、そのもうゼーハーゼーハーいうもね、軍にいる間って、例えば自衛隊の方とかはね、分かると思うんですけども、吐くまで走らされるんですよね。もう常にもう毎日のようにもう吐くまで、このグループになって走るじゃない、走ることがあるんですけども、そのグループで走ってる一番後ろのもうね、一番もうもう無理もう無理ってなってるやつとかがもう吐いちゃうことがあるんですね。でまあみんなで、ああ吐いちゃったよ、あいつ吐いちゃったよみたいな感じになるんですけども、上官とかはね、もう吐きながらでも走れるだろうって言いながら、もうなんかこう吐きながら走らされるっていう、もうむちゃくちゃな、もうそこまでじゃなくていいんで、本当に軽いランニングとか、もう会話ができるペースで走るっていうのをね、まあ、最低週に1回設ける、そのバルクアップでも減量でも、取り入れると、リーンな、ね、ハイブリッドアスリートですね。要は米軍にいる人って大体休日とかジムに行ってますか？あ、本当にね、これはね、人によります。もうね、ジムがね、全然もう興味ない、もうジムとか興味ない、もうなんか筋トレ興味ないっていう人も本当にいるので、多いのはですね、そのジム行く組か、もう常にもう飲む、お酒をもう毎晩飲む、まあ、これは休日も平日も関係なく、もう平日にビール12缶飲むとかも全然いるん で、そういう人とかはね、休日とかにもね、もう常に飲んでます。僕はそんなお酒飲まないんですけど、あと他にいるのはですね、シューティング、射撃が好きな人とかは、射撃場行ってちょっとね、自主練ではないけど、自分のライフルとかピストル持ってって練習したりしてる人が多いですね。日本に派遣されることはありますか？ないですね、僕の場合。インファントリーがですね、日本に配属されることがね、めったになくて、本当に数人とかで、グリーンベレーとかにならない限りに日本に配属されることはないです。一番きつかった訓練は何ですか？きつかった？きつかったね。なるほど。なんかある程度もう、なんだろう、もう何週間もうなんか山にこもったりとか、なんかそういうのってもうなんかきついじゃなくなってくる、もうなんかその状況に適
起用しちゃうから、もうなんか訓練というよりもそれがなんか ライフスタイルというか、なんかなんかその山にこもってその何週間もその場にいるっていうのがもう当たり前になるんで、その状況にいるときは。なので訓練自体が、あの訓練が一番きつかったなっていうことはあまり僕なくてですね、どちらかというと寒いとか寒くてきつかったとかの方がなんかえそんななみたいな感じだと思うんですけども、僕一回会ったのがヨーロッパの方の寒さっていうのは、ヨーロッパで経験した寒さは寒いんですけども、それなりにギアを持ってって装備を持ってってなんか何枚も重ね着してで訓練に臨んだので、もう寒かったっちゃ寒かったけど、そんなになんかうわもうしんどっていう感じではなかったですね。で一回これ何2021年とかだったかなにあった冬、2021年の冬高にあったね、フォートキャンベル101の基地だから、テネシーケンタッキー州にある山の中でもう雪降ったりとかしてたくらいの時にですね、これはまあこれ多分山にこもって二十何日目とかだったんですけども、もうだからもうみんな結構疲れてて、でもまあ慣れてるなんかそういう状況で、で10マイル20キロくらいかな、だいたい約歩いて夜中にもう寒い中で、それでそろそろパトロールベースセットアップしてって言って、それでそろそろ寝ようか寝る準備しようかってなってた時にですね、僕らその行軍の時にトラ別のトラック LMTV っていう、まあ、トラックがあるんですけど、そのトラックに重たいもの全部自分たちの荷物リュックとか重たいリュックね、アサルトパックだけ背負って、でその重たいリュックはそのトラックに乗せて、そのトラックがね別のルート通ってそれでまあ向かってるっていう感じだったんですけども、まあトラックが来ずで、それでトラックが横転したと雪で滑ってで横転して、でそれでトラック来なくて、で僕らはもうこの極寒のもう中そのスリーピングシステム、その寝袋とかも何もなく、何もないでね、もう本当にもうユニフォーム、もう T シャツユニフォームで、このユニフォームも濡れてるし雪で、でそれもうどうしようかって言って、それもみんなでもう10人くらいでこうやってもう固まってもうくっついて寝てましたね。それが一番きつかったかな。そうです、きつかったって寒かった、それが一番寒かった。日本に来る予定は沖縄に来てほしい。ね、日本に次行くのね、いつだろう。日本に配属とかされたらね、まあ、ベストなんですけど、なかなか日本に行く予定は多分大学卒業してからとかじゃないですか。大学卒業してでもそこで多分ねちょっと時間ができたら日本に行こうかなと思う。まあわかんないですわかんないです。沖縄行ってみたい。修学旅行以来、修学旅行で沖縄行った、高校生の時。好きな食べ物、お寿司。今所属している部隊は何をする部隊ですか。これ州兵、これね結構コメントで州兵って結局何なのみたいな感じのコメントがね多かったので、ちょっと軽く説明すると、アーミー、ミリタリーがあるじゃないですか。でミリタリーがアーミー、ネイビー、エアフォース、マリーン、コーストガードはもうなんかあっちの方になんかいる感じで、でそのこれがミリタリーがペンタゴンのアンダなんか英語と日本語混じっちゃう、なんかペンタゴンがあって、そこからもらうこの、はいアーミーお前こうしこれやりに行け、あれやりに行け、それの中でまたアーミーの管轄で、アーミーからなんだろう、このペンタゴンから指示をもらうんじゃなくて、州兵って州兵は州だから州知事とかからね、そのオーダーをもらうっ
っていう感じでして、だから僕はフロリダの州兵なんですけども、フロリダ州の今はロン・デサンティスという州知事が僕らに、例えばですね、今ホットトピックなのがテキサスの方でね、国境、そのメキシコとの結構ねボーダーいざこざというのがあるんですけども、これどこまでこれ話して大丈夫か。でそれでそこにね、そのテキサスがこうやってウォール、まあ、壁を立てて、それで入ってくるなーっていうことをやってて、でいろんな州から、あ、僕私たちの、州兵ナショナルガードを送りますよ、手伝いますよ、その壁、まあ、国境警備ではないけどもその壁をね見張ったりとかする、手伝いますよ何かしらっていうことで、少しずつその州から州のオーダーで、その人々を助けたりとか、まあ、なんか災害があったらその援助に行ったりとかで、またディプロイメントもするので、そのディプロイメントの仕方もですね、また普通のアーミーと違って、一応アーミーナショナルガードなのでアーミーの州兵なんですよ。またここも ややこしくて、でこの州兵はアーミーとエアフォースだけです。アーミーとエアフォースが州兵あります。エアナショナルガードとアーミーナショナルガードがあるんですけど、まあ、それはまた別の話で、アーミーナショナルガードでインファントリーだから職種は僕変わってないんですね。で例えば今101がどっかに派遣されるよ、ディプロイメントするよってなって、それでフロリダが、あ、うちから人数足りなかったらうちから少し人数足しますよみたいなこともできます。なのでボランティアでね、あ、僕も行きたいって言ったらそれにくっついて一緒に派遣行くみたいなことができる、結構ね融通が効くシステムですね。でパートタイムなので、僕は今それが大きな理由ですね。パートタイムでまだ軍に入れるベネフィッツもその、キープできるということで、学生やりたかったのもあるのでフルタイムからパートタイムのこっちに移りました。なんですけども、パートタイムということもあって、それぞれ部隊のね、州によって本当にね、そのレベルはいろいろあるんですけども、やっぱり、まあ、101と比べると多分ね、正直ね、これね、多分ね、めちゃめちゃヘイト買うだろうけど、これ、ね、僕のあの職場の人とか見てて、これなんか字幕出るっぽいんで、多分何言ってるかバレるんだけど、101に僕がいた時の新兵、もうなんか数週ユニットに来て数ヶ月くらい経った新兵とかのやつの方が州兵の班長とかより全然できますマジでね、僕最初にこの州101出て、でそういう州兵のユニットに来て、でまあなんかフィールド、まあ、演習行ったんですけど、あ、もうなんか前のユニットの新兵の方ができるぞみたいな感じでした。イスラムに派遣されたりしましたか、またされそうですか。派遣はされてないです僕は。でね、今ね、まあなんか予定はあるっぽいんですけども、僕のユニットはね、まあ全部ね、もうなんかこの派遣系ってね、結構本当にもう最後のもうなんかギリギリになって知らされるんですよ。なんかはい、再来なんか半年後にどこどこに1年間行くよみたいな感じで言われるんで、なんかスケジュールカレンダーはあるんですけども、それに沿ったことはねほとんどないですね。もし自衛隊だったら何の職種やりたい？でも普通科じゃないだっていい。でも普通科でなんか同じようなことをやるか、だから通訳系とかも面白そう。なんか通訳コンバット通訳みたいなのができたらね、すごいね完璧だと思うんですけども、ただね、なんか通訳って絶対難しいって思うんだよね。なんかみんな、なんか通訳とかやったらいいのにって結構言われるんだけど、
だって特にコンバット系の通訳とかってだってさ、これなんかパン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 ってで一つの言語で話しながらこっちの言語、まあでも打たないか、言語してる言通訳者は打たないか。ブーツは濡れたらどこで乾かしますか。ね、状況によりますよ。例えばね、ブーツ山とかにいて、で外が天気良かったりとかしたら本当に靴下変えるだけで濡れたままのブーツを履いといて、で体温で乾かすとか、あと寝る時も濡れてるブーツは寝袋の中に入れて体温で乾かす。基本的に僕は体温で乾かすようにしてます。早い結局。ただね、靴下はねもうめちゃめちゃたくさん持ってって、で足の手入れはちゃんとする。本当に足が濡れてたらもうね本当にもう終わるので。まず初音ミクに入れました。あ、これ初音ミクかテイラー・スウィフトどっちが好きですかっていうアンケート取った後だった。迷わず初音ミク。精神的に強くなりたいとき何にチャレンジすれば良いと思いますか。いやめっちゃもうねこれね超絶簡単で、自分のやりたくないことをやればいいですね。で僕が物事を判断するとき何やることそのやることを決めるときにね、次のステップを決めるときに感情というのを一回シャットアウトして、自分が本当になりたい自分になるためには何をしたらいいか、何をしたら一番近づけるかっていうのを考えて、一回ねそれを考えてそれをやる、もうやりたくないやりたいとかじゃなくてもうそう やっちゃうっていうのが僕はね一番ね、精神的に強くなるというよりかはもう精神的に弱くなる、チャンスを減らすっていう考え方かな。言ってること分かんないけど、そう、精神的に弱い部分をなくす、精神的に強くするんじゃなくて精神的に弱いっていうのを完全にシャットアウトする。生まれ育ちは日本ですか。これねめっちゃ聞かれる。生まれも育ちも日本です。僕日本語めっちゃうまいですねみたいに言われるけど、僕ねに普通にもうアメリカンスクールとかじゃないでしょ、もうじゃないし、もう全然日本語上手って言ってくれるのね。なんかね、いや全然いいんだろうけど、なんかそうそうそう、生まれ育ち日本なんだよな。横浜なんですよ出身が。で高校も都内の私立の高校に通って、で小中高本当に普通に日本で、本当にアメリカンスクールとかじゃなく、もう一般的な日本の学校に通いました。あ、自分のドッグタグを作りたいので米陸軍の実物ドッグタグの記載内容をしたい、持ってきます。僕のドッグタグですね。これが基本的にね、首にこうしないですね。こうしてる人はあんまり首にかけてると結構邪魔になってね、あまりね、結構ブートなんか新兵とかはね結構やりがちだけど、首にかけるってよりかは尻のこのポケット、お尻ポケットにしまっておくっていうのがまあ主流ですね。特に空挺とかだとそうですね。で記載されてるのはですね、これ見えるかな、これね、ID 番号だ、 ID ナンバーだけ書く、これ間違ってるんだけどね、僕の ID ナンバー、なんかこの内田かな、上で内田海星でミドルネームのイニシャル C、 僕ミドルネームチャールズなんで、ね、はい、そうなんですよ。僕名前めちゃめちゃ面白いでしょ。内田チャールズ海星なんです。そうなんです。僕めっちゃ面白がられるこの 軍の人たちで、内田で次の行が海星、ミドルネームのイニシャル
で軍の ID ナンバーでその下に血液型で宗教、宗教ね、僕は none、何も宗教、宗教入ってないんでクリスチャンでもカトリックでも何でもないので、ユダヤでもなので僕は none なんですけども、ここにねクリスチャンの人だったらクリスチャンって入ってるし、Jewish、ユダヤだったら Jewish って入ってます。Did you apply for military while in Japan or did you apply in the US? これはですね、まあ、ミリタリーに入った時に、日本にいたのかアメリカにいたのか。で僕はアメリカにいました。アメリカに来てアメリカでアメリカのリクルーティングオフィス、リクルーターオフィスに行って、でそこでリクルーターと話して、体力測定受けてテスト受けてっていう感じで、そこからプロセスしました。英語の質問に日本語で返すスタイル。入隊してからの一番のやらかしエピソード。やらかし、僕ね意外かもしれないけどないんですよね、あんまり。なんかね、そのスモークって言われるんですけども、この何かやらかした時に自分のリーダーとかから、このはいお前腕立てやれあれやれこれやれって言われる、まあスモークされるって言うんですけども、新兵ってもう生きてるだけでもう常になんか息してるだけでスモークされる。まあやらかしエピソードではないんだけども、一番なんか腑に落ちなかったというか、僕の新兵の時にね、まだなんでか分かんないけど、いまだにね鮮明に覚えてるそのスモークされたエピソードがいくつかあってですね、その中で、まあ、僕がユニットについてしばらくして、僕がまだ E2E3 とかだから、もう本当にユニットについて最初の1年も経ってないぐらいだったかな多分。でその時に、まあ、EIB エキスパートインファントリーマンバッジにチャレンジしてた時があって、でその際にまあなんか僕のリーダーと一緒にまあ向かってたわけですね、その現場に。で、まあ、PCCPCIs って言って、まあ、持ち物チェックではないけど、ちゃんと、アイプロテクション持ってるかとか、耳栓イヤープロテクション持ってるかとか、いろいろチェックされるわけなんですけども、まあ、僕全部持ってたわけですね。で、まあ、全部持ってて、まあ普通じゃないですか、その持ってこいよって言われたものだったんで、まあ普通に持ってったわけですよ。でそれでも全部持ってて、でそれでまあ質問をいくつかされるんですね。なんか毎日なんか勉強しなきゃいけないんですよ、インファントリーって。あのライフルの口径だったり、なんかどの対戦車ライフルはとか、まあなんかいろいろそういう上司っていうものがあって、でそこにそこに載ってるインフォメーションを全部まあ覚えなきゃいけないっていうのがあって、で毎日まあ勉強するんですけども、でそこにあるものからね、このランダムで質問されても全部答えたんですよ。でそしたら、お前頭いいじゃねえかっていう理由で、あの腕立てさせられてえっ、なんか間違えて、なんかその質問されて間違えて、でそれでこなんか怒られるじゃないけど、なんかその目に、そういう目に合うのは分かるけど、え俺合ってた、えそこっていうのが、まあなんか一応やらかしではないけど、なんか一番鮮明に覚えてるあれかな。それ以外は特にね、僕割としっかりしてる方だったので、あんまり上に逆らうこともそんなになかったし、そんなになかったし。でモチベーションを上げる方法を教えてほしい。やりたいことがあったらもうやる、いやもうやる、それだけ。本当にさっきのいくつか前の質問と紐付けるんですけども、自分の感情をオフにしてあげる、自分のこのやりたいっていう感情をオフにして、自分が本当にやらなきゃいけないことをやるっていう、もうなんか本当にシンプル、本当にそう、もうそれをどれだけ難しいんですけどシンプルなんですよね。でそれをどれだけもうシンプルに、もうあれこれね、もうなんか、あもうこれ、いやでもこれがこうだからこれしなくていいよなとか考えちゃってる時点でもう、もうこのなんかもうそのモチベーションを頼ってない人と、もう
別のレベルにいるわけですよ、もうその時点で。だからね、もう感情をオフにする、感情をオフにして本当に自分がやらなきゃいけないことを見つけて、もうでそれでそれをやる、もうそれだけ。もうすごいすごいシンプル、すごいシンプル。いただいた質問はこれで以上なんですけれども、これを見てくださってる人とかもね、多分他にいろんな質問があると思うので、このビデオをポストして24時間、最初の24時間以内にもらったコメント、 YouTube でもらうこのコメント欄にいただいた質問全部答えますもう言いました、もう言いました、もうね全部答えます。なのでね、もうバシバシ、もう最初の、ね、24時間だけね、もらったコメント全部返すんで、このコメントで返すんじゃなくて、もう全部動画にしてまたあげるので、ちゃんとした返しをします。そんなな返しじゃなくてね。で、また動画長くなるかもしれないけど、結構ね、で 軍関係の質問が多くなると思うので、答えられない質問とかって多分出てくるんですよね。で、このコメント、この質問どうかな、答えられないかなとかっていう質問ももらったら、答えられない理由もちゃんと説明するので、ヘジテイト、その躊躇しないで、遠慮しないで聞いてください。どういう理由で答えられないのかとかっていうのもちゃんと説明する必要があると思うので、その辺もちゃんとお話ししようかなと思います。今日もね、動画を最後まで、長い動画ね、最後まで見ていただいてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。